共産党はもう全人類史上の中の最低、最悪共産主義ですからね。これ、スターリンを生んだ、毛沢党のあの大虐殺を生んだ、このイデオロギーを未だにですね、素晴らしいと言ってる人たちは、もう私にはね、ついていけない、理解不能です。気をつけよう、暗い夜道と共産党。気をつけよう、その本性は共産党とかですね、いろんな、あの、スローガン作ってやったらいいというふうに思いますね。まあだからね、立憲民主党と言ってるけど、その本性は赤なんですよ。だから、赤いんですよ。 その本書はね。立憲民主党って、まあ赤までいかないでピンクぐらいでしょというふうなこと。いや、真っ赤なのと一緒にね、もう手を組んでるわけですからね。もうこれはね、もうどうなるか。真っ逆さまにっていう感じですね。落ちてさよならって感じですよね。もういいですよ、さよならっていう感じですね。えー、もっとも、立民が共産党との共闘に踏み切るのはリスクが伴う。もともと両党間には安全保障など基本政策で距離がある。共産は6月の第8回中央委員会総会で、米国や財界への 厳しい姿勢を改めて打ち出した。過度な接近は有権者から再び立憲共産党と警戒され、党の理念が問われることになる。まあ、これ私はですね、何度も申し上げておりますけれども、日本共産党が絶対に日本で政権を取ってはいけないというのはですね、三、えー、つあります。大きく言って。これはもう絶対にダメです。一、えー、つ目、天皇陛下の位置づけです。彼らはね、非常にね、共産党の、あの、主張っていうのは、国民をね、ちょっとバカにしてるんですよ。 で、今のね、なんか日本国民の民主主義の成熟度は、まだ全然成熟してないと。だから、共産党は、まあ天皇をすぐにね、廃止するとは言わない。戦前音とかはですね、ずっと天皇制廃止ということを訴えてたわけですよ、共産党は。だけど、天皇制廃止とは言いませんよと言ってるんですよ。天皇制廃止ない。だけど、時間が経って民主主義がですね、成熟してくれば、日本の国内の。そうすると、国民から天皇なんていらないよっていう声が、放廃と湧き起こってきて、 で、天皇という存在は日本から消えていなくなると。で、そこを目指してるんですよ。彼らは、共産党は、やっぱり、だから天皇制廃絶とは主張しないけど、 天皇制廃絶を目指してるんですね。いずれの日かそうなるだろうという希望を持って生きてるわけです。国家のあり方としてですね、世界の中で最も珍しいのは、これはね、誰がどう見たってですね、それはね、アニメとかいろんなね、日本の優れたものあるよというのは、それもいいですよ。理屈としてわかる。だけどですね、我が国の歴史、日本史をですね、どこの部分をこう、つまみ上げてみてもですね、必ず天皇陛下がいる。しかもそれはですね、万世一家、ずーっと で、ファミリーがですね、この天皇家であり続ける。世界に類例がないです。本当にないです。だから、これは、やっぱもう我が国がですね、誇るべきものであって、これをね、将来的には民主主義と入れないとかね、言ってる。 人たち。ちょっと待って、と。民主主義と相入れないのは共産党だよ、と。おたく全体主義政党じゃないと。全体主義政党だって言うとね、怒る人はいる。もうそんなことないよ、と。民主集中制だ、とかなんか言ってますけど。だって思い出してくださいよ。私、このね、あの、動画の中でも昔取り上げたことありますけれども。あるね、方がね、松竹さんって言ったかな。この人ね、もう大学時代からずっと共産党やってる、と。ああいう人で、共産党の本部で勤めた人でもあるんだけど、 この人が、党員が選挙する形で、あの、委員長を選んだ方がいいんじゃないかと。党首選というのをやるべきじゃないかという主張を。 本で書いたら、除名されたでしょこれ何にもおかしいことじゃない。あまりにもね、突拍子のないことを言って、除名されるってならわかりますよそうですね。いきなりベトナムに侵攻しようとかですね。わけわからないこと言うと、お前ちょっと、なんだそれはと。このね、平和な時代にね、いきなりベトナム侵攻しようってどういうことだいと。こういうね、こういう、こういうのだったらまだわかります。でもね、自民党でも、立憲民主党でも、国民民主党でもみんなね、どこの党でも、代表を選ぶじゃないですか。自分たちの総裁選ね。総裁選ですよ。あ、党員になっててよかったなって思える瞬間じゃない ちなみに私は党員じゃないんですけど、あらゆる党の党員にはならないというふうに決めてるんですね。私は、あの、どっかの党員になっちゃったらですね、やっぱそこの党のこと批判できなくなるでしょだからそれは良くないと。政治学者としての教授ですね、それは。一つの生徒、あの、講演頼まれたりとかね、アドバイスくれとかですね、そういった時には、いくらでもね、 どこの、どこの政党でもって言っても共産党は除くですよ。社民党も来ないでしょう。立憲民主党も来ないでしょう。でも私、民主党で講演したことだってあるんですよ。民主党の、まあ、保守系ですけどね。そういうのだってあります。だから別に、話を聞きたいというのであればね、いくらでも話しますよというスタンスなんです。私はね、基本的にはね。基本的に、その人たちの主張と違っても、岩田の主張を聞いてみたいというところであれば行くんですけどね。まあ、でも、そ,そんな、まあ私のあれはさておきですね。自分たちが党員になってる、自民党員で、 であるなんかいいことないのといやなんもないんすよこれじゃ困るわけですよね自民党員であると言った時にいや総裁選にね関与できますよ自民党の総裁選に関与できるってことはあなたの一票で総理大臣が生まれる可能性がありますよ<と>なるほどとじゃあ自民党に入った方がなとこういう風になる人多いと思うんですねまあ立憲民主党にどういう人たちが入るかローソの人たちでしょうねおそらくねでもね共産党ってね入っても代表も選べないんですよえとえーとなえな 僕たちなんかないのないのと。せめて党首選をやらせてくれよとで。これはね、別にそんな不健全な思想でも何でもないですよ。むしろね、そんなことしないで、一人の人がですね、何十年もザーッとね、続けてね、選挙も減ることなくね、続けていて、民主的だとか言ってる方がね、おかしいやんと。いうふうに誰だって思うでしょで。でも、そういうことをやってる政党ですよ。極めて全体主義的な政党だということですねで。このまずはですね、天皇陛下に対するですね、敵を隠そうともしない。それからですね、もう一つは、 日米同盟は直ちに廃棄するって言ってるんです。日米同盟は直ちに廃棄ですよ。おいおいと。このね、中国が台頭してくる中で、もはやですね、正直に申し上げて、日本一カ国だけでですね、中国と対峙することは不可能な状態にもうなってます。でそういう時代にあるにもかかわらずですね、出てけと。米,米兵は出てけと。これはね、 もう時代錯誤も腹はだしいと言わざるを得ないですね。ていうか、ほぼね、日本の自殺に近いですよ、これは。だからもうこれはおかしいと。で、自衛隊は違憲であるという主張を三つ目ですね。これをずっと取り続けてます。ただね、違憲だけど、直ちには廃止しないって言ってるんですよ。国民が心配に思うから。 ちょっと待ってと。意見の存在だったらそれ認めちゃいけないんですよ。これが立憲主義ですよ。意見の存在があってはならないと。意見は、あっては意見と。いうことを考えているのがですね、えー、この、あのー、立憲主義の基本的な精神です。憲法の精神、憲法に反する全ての存在は許されないんですよ。これが立憲主義ですよ。だから、自衛隊が意見の存在であるなら、自衛隊直ちに廃止するっていうふうに主張しなければおかしいんです。あるいは憲法を、 え、改正して、え、自衛隊を持てるようにするってしなければおかしいんです。で、自民党は戦力に至らない自衛力だっていう無茶苦茶なね、解釈で、え、これを乗り切った。憲法改正することなく乗り切ったわけですね。乗り切って、今もそうあり続けてる。私はこれ不健全なあり方だから、憲法改正して自衛隊をですね、きちんと位置づけるべきだと考えてますが、まあそこはね、憲法改正やったらですね、もし負けちゃったら、本当に自衛隊一つ持てなくなるっていうね、自民党としてのですね、恐怖があったわけですね。で、それはそれであり、ありました。 立憲主義に反するだけど、意見の存在だけど、共産党が認めて,や,ってやれば、まあ認められると。そんなね、無茶苦茶なね、立憲主義をね、ないがしろにするような話はね、ありません。ですからね、もう共産党っていうのはね、おかしいんです、本当に。あの、他の政党とは比べ物にならないぐらいね、おかしいんです。おかしい。おかしいんですよ。だからね、あれなんて委員長でしたっけね。それでですね、まあ、考えてみるとね、だからこれ結局ね、共産党は、あの、立憲民主党に、 政策協定やれという,ふうに。にこれね、昔ね、前原さんが、あ,あの、言ったことあるけれども、共産党ってね、一回入れちゃったらですね、ロアリみたいなもんでね、もうどん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 食い散らかされてね、縁が崩壊しちゃうというようなことを言ってます。これはね、正しいですよ。だから、一回ね、選挙協力しちゃうと、もうダメ。よく言うでしょ暴力団とかね、ヤクザとか、そういった人たちになんかお願いしたらですね、一生ね、つきまとわれると。 いや、であれと近いですよ、本当に。だから、もう一回やったら、こうずっと、ギューってこれ来るわけですよ。だからね、本当にね、立憲民主党はね、もう滅びの道を歩んでますよ。ああ、もうこれで健全なね、リベラル政党になるってことは、もうないと。もう生ゴミだったんだけど、それがもっとね、危険なものになりつつあります。生ゴミだなと思ってたら、横にね、ゴキブリがですね、ぐーわっとこう集まってきてですね、ゴキブリ生ゴミみたいな状態になってですね、この家をね、もう,うわーうわわわね、とんでもないような状態にしようとしていると。まあこういうこと